まず役員連絡会の報告でありますが、小村副総裁からは、天皇の退位等についての懇談会と、内閣第一部会の合同会議が本日午後2時から開催をされる、できるだけ多くの方に参加願いたいとの発言がありました。私の方からは、二階幹事長、本日から16日まで中国に出張をします。党役員、議員、各位のご協力を賜って留守を預かっていくので、よろしくお願いをさせていただきたいという話を申し上げました。また、区割り法案は本日の総務会にかかり、天皇退位等の法案は午後に合同会議が開催されます。いずれも後半国会の重要法案であるので、しっかりとやっていきたいとの発言をいたしました。次に竹下国対委員長からは、法務委員会は本日テロ等準備罪について7時間の質疑を行っている、また来週16日火曜日に参考人質疑を行う日程も決まっている。なお昨日、自民、公明、維新の3党国対委員長と委員会の実務者間で法案の修正について合意をした。各党の党内手続きが終了次第、修正案を3党で共同提出をする。また次回の本会議は来週16日火曜日13時から下がり法案の処理と児童福祉法の趣旨説明質疑を行う。所要は約40分。さらに天皇陛下対特例法については内閣委員会で取り扱う方向で野党と調整をしている。来週19日金曜日に法案が提出されると聞いているので、提出後速やかに成立させることができるよう全力を尽くしたいとの発言がありました。松山参議院国対委員長からは、15日に決算委員会、今後は22日、6月2日と予定されているとの話がありました。また古谷選対委員長からは、古間市長がご挨拶された役員連絡会の前に当選の報告で来られました。で、今後の沖縄の3つの市長選挙、今年の沖縄の3つの市長選挙は勝利した。で、今後は那覇市議選、名護市長選、知事選、那覇市長選と続くが、しっかり、対応していきたいとの発言がありました。茂木政調会長からは、天皇退位等の法案は本日の合同部会で了承いただければ、来週火曜日の精神総務会の手続きを考えているとの発言があり、細田総務会長からは、本日の総務会で区割り法案を審議するとの発言があります。以上です。あと何かあれば。はい。共同通信の原口です。総理の憲法9条の改正に絡む発言について、今日の総務、役員連絡で何かご意見とありましたでしょうか。特にはありません。今日ですね、憲法改正推進本部が開かれまして、発言をめぐっても議論がされていますけれども、党内では憲法改正についてどのような議論を期待されるかというと、賛否が結構発言に対して出てますけれども、大統領の効果といいますか、どのように考えているでしょうか。総理のですね、メッセージ、それから毎日新聞の発言等は、党の総裁としての発言ですから、これは総裁も月曜日の役員会でですね、しっかり党内議論を行って対応してほしいという話を受けてですね、党としては憲法改正推進本部を中心に、それから幹事長室も協力してですね、できるだけ党内における議論をしっかり早めに対応できるような体制整備をしていきたいと思います。他には、はい。
TBS の金尾です。昨日小池知事が安倍総理と面会しまして、東京都以外の五輪の仮設整備費500億円を全額負担することを発表しました。まあ、都連会長としてのお尋ねになるかもしれませんが、これの受け止めをお願いします。まあ、小池知事がやっと決断してもらってよかったと思いますが、遅すぎると思いますね。もともとそういうスキームに本来なっていたわけで、それを見直しを小池知事がするということで今日に至っていて、なかなか3月までの見直しを東京都がするということがいつなのか分からないということの中で、開催権の賛辞が官邸に行って何とかしてほしいというところから始まったことになって、それを受けての、昨日の小池知事の決断判断だと思いますけども、もうちょっとですね、都議会やあるいは関係者、我々も小池都知事に対して2020年のオリンピック・パラリンピックは協力しますと、ああいうことを申し上げて前からいましたから、もうちょっと我々ともですね、相談を、議会もそうですが、すれば結論は同じだったかもしれないし、あるいはもっと違う結論があったかもしれないけど、より早めに周辺県の人たちが納得できるようなものが出たのではないかと思います。まあ、スピード感を持って、小池知事には対処していただきたいというふうに思います。はい、はい、朝新聞の議会です。先ほどの憲法からなんですけども、この都内で議論するという場合は、いろいろ報道とかでも、ね、憲法改正推進本部の下に何か言い方をつけたり、もしくは別の総裁直轄機関を作るとかの検討しているとかありますが、今どのような形で議論というのを進めている判断なんでしょうか。決まっていることもあれば、党 の、 組織としての位置づけとしては、憲法改正推進本部が憲法改正に向けた組織としてあるわけですから、ここを中心ですね。しかしそこだけで十分でない部分については幹事長室に協力しながら対応するということで、まだ具体的にですね、どんな組織としてどう対応するかということは決定はしていません。今協議中ですので、できるだけ早くですね、コンセンサスを決めながら党としての意見をまとめていくことが大切だと思います。来週にも何かそういう組織が立ち上がる見通しなのか、総理大臣、安倍さんにですね、もう一度どういう組織がいいのか相談するお考えもあるでしょうか。水面下でいろんな方とそれぞれ相談しながらすぐにやっています。それを新たな組織作るか作らないかということについてですね、まだそれも含めて検討中ですので、いつまでにということではなくですね、まずは憲法改正推進本部の大総会本部長を中心にですね、安倍総裁の意向をしっかりと受け止めてですね、対処してもらいたい、それについて我々もしっかり考慮していきたいというふうに思います。はい、総理のメッセージでは、2020年の施行を目指すということでしたけれども、スケジュール感、議論のスケジュール感というのはどのように考えますか。これもですね、受け皿である憲法改正推進本部等で議論してもらいたいというふうに思いますが、2020年というふうに総裁が言われたわけですから、当然逆算しててですね、間に合うようにこの中でしっかり対応していく必要があると思います。ですからスケジュール感についてまだ党として出せる段階ではあります。はい、同じ憲法の話なんですけども、昨日の衆院の憲法審査会の幹事懇談会の方では、自民党側はですね、いわゆる2020年施行を目指すという総裁の考えについてですね、日程は審査会の協議で決めるもので縛られないというので説明されています。そうするとですね、総裁の安倍さんのですね、安倍首相の提案と異なるのではないかと、同じ自民党の中でですね、意見が変わってきているんですが、この辺の整合性というのはどういうふうにお考えでしょうか。総裁としてのメッセージとしてですね、安倍総裁発言されたわけですから、党内では当然ですね、総裁のその発言を受けて対応していく必要があると思いますが、
ただ憲法審査会中谷筆頭が挙げているのは、その国会議論においてはですね、これは自民党の総裁としての意見であって、それをその国会全体を縛るということについては、それはそういうことではないですねということですから、愛の示す話では全くないというふうに思います。憲法審査会の議員についてはこれは国会でする話ですから、そこまで総裁が縛るということではないというのは、なかなかきっと見られていることだと思います。はい、教育の無償化についてですね、憲法に書き込むということについては、これまで党内で全く議論されてませんでしたから、これはきちっと議論する必要があると思いますね。ただこれは、2年法ですから、具体的にいつまでに、どこまで無償化するかということですね、憲法で書き込むことではないとは思いますが、しかしある程度無償化というのを書くということを考えたときには、担保は必要でしょうから、そのための担保として今党の中でもこの教育財源の問題について議論されていますけれども、そこで担保になるようにですね、議論をしっかりと、これは教育再生実行本部の中の一つの部会での議論ですから、党内からですね、議論に資するようなものをこの部会の中でしっかり作ってもらいたいと思います。はい、よろしいですか。以上で幹事長代表の会見を終わります。はい、ありがとうございます。